第4代クラレンドン伯爵及び第2代ロチェスター伯爵ヘンリー・ハイドはイギリスの貴族、政治家。1682年から1711年までハイド教の儀礼称号を使用した。初代ロチェスター伯爵、ローレンス・ハイドとヘンリーエッタ・ボイルの息子として1672年6月に生まれた。 1683年から1687年までイートンカレッジで教育を受けた後、1687年から1690年までイタリア、ドイツ、オランダを旅し、1700年10月7日にオックスフォード大学より DCL の学位を授与された。1692年11月15日から1711年5月2日まで、 ローンストン選挙区の庶民委員議員を務めた。トーリー党員であり、1696年にジャコバイトの第3代順団尺ジョン・フェンウィックの試験剥奪に反対、1710年にはヘンリー・サシェーベレルの弾劾に反対した。1711年5月2日に、父が死去すると、ロチェスター伯爵の尺位を継承、さらに1723年3月31日に、 第三代クラレンドン伯爵エドワード・ハイドが死去すると、クラレンドン伯爵の爵位を継承した。父から、ロチェスター伯爵を継承した以降、貴族院に移籍して引き続きトーリー党員として、振る舞った。1710年10月19日から1714年9月まで、数密顧問官を務め、1711年から1714年まで、コーンウォール党官を務めた。 1719年、王立音楽アカデミー社に出資した。1751年1月に、ハイド男爵の爵位を、息子ヘンリーに譲ったが、ヘンリーは1753年4月26日に、落馬事故で死去したため、第四大クラレンドン伯爵は、ハイド男爵を再継承した。同年12月10日、 第四代クラレンドン伯爵が死去、後継者がいないため全ての爵位が断絶した。第四代クラレンドン伯爵の娘ジェーン1692年3月8日、第四代順男爵、ウィリアム・ルーソン・ゴアの娘ジェーンと結婚、下記の史上を設けた。ありがとうございます。